デミアンスク包囲戦は、第二次世界大戦中、独ソ戦、レニングラード近郊のデミアンスク周辺において、ドイツ国防軍が、ソビエト赤軍に包囲された戦いのことである。1942年2月8日から4月21日まで、包囲戦は続き、同時に、南方 100km のホルムにおいても、小さな包囲戦が行われていた。 これらは、モスクワの戦いにおける、ドイツ軍の敗北に続く、ドイツ軍の退却の結果であった。包囲戦は、ソビエト赤軍による、デミアンスク攻勢作戦として開始され、1942年1月7日から5月20日に行われた、攻勢作戦の第一段階は、北西方面軍が中心となって行われた。この作戦の目的は、 デミヤンスク周囲のドイツ軍を分断し、ドイツ第16軍の連絡船にあたるスタラやルーサ鉄道を立つことであった。しかし、森林地帯や湿地帯が多い地形であった上に大雪、そしてドイツ軍による激しい反撃のために、ソビエト北西方面軍の進撃は最初は父としたものであった。 1942年1月8日、新たにルジェフブヤ島攻略攻撃作戦が開始。さらに前回の作戦を含んだ1942年1月9日から1942年2月6日まで行われたトロペツ、ホルム攻略作戦も開始し、南側での攻撃を担当。さらに第二次デミアンスク攻略作戦が 北側の攻撃を担当として、1942年1月7日から1942年5月20日まで行われ、これらはドイツ第16軍所属の第2軍団、そして第 X 軍団の一部を1941年から42年の冬をかけて包囲した。この時、ドイツ軍第12、第30、第32、第123、 第290不評師団、第 3SS 装甲師団、当店コプフラが包囲された。そして同時に、国家労働法師団、秩序警察、等都機関などの補助部隊も、包囲の中にあり、全体で、ドイツ軍将兵9万名と補助部隊1万名が、包囲された。これらの指揮を取ったのは、大通軍団司令官。 バルター・フォン・ブロックドルフ・アーレフェルと不評代償であった。入れ目にコナン島におけるソビエト赤軍の攻撃、1942年1月7日から1942年2月21日、北西方面軍の攻撃は、第16軍の北面を取り囲む予定となっており、ソビエト赤軍は、北西方面軍が、この攻撃に成功した後、進撃を続けさせようと考えていた。 最初の攻撃は、ソビエト赤軍最高司令部所属予備戦力である、ソビエト第11軍、第1突撃軍、第1、第2新鋭狙撃兵軍団が行った。そして第34軍の進撃を支えるために2個、空挺旅団を投入して包囲したドイツ軍を、さらに攻撃するために、第2波として、カリーニン方面軍の、第3、第4突撃軍が2月12日、 投入された。しかし、悪天候と困難な地形のため構成は徐々に停滞し、戦線は固定化された。包囲されたドイツ軍に対して、ドイツ空軍第一航空艦隊により、毎日270トンの必要物資を供給することができるとの確証を得たドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは包囲された核手団に包囲が撃破されるまで、その位置を維持するよう命令した。 方位内には、デムヤンスクとペシュキの2カ所に、能力の高い飛行場が存在した。2月中旬、天候が回復すると、積雪が多かったにもかかわらず、この地域のソビエト空軍が脆弱だったため、ドイツ空軍による空輸活動は、大きな成功を収めた。しかし、この輸送のために、ドイツ空軍は、輸送能力のすべてを使い果たし、爆撃能力の一部も、 犠牲となっていた。ソビエト北西方面軍は包位内のドイツ軍を殲滅する必要に迫られ、デミアンスクとスタラやルーサの脆弱な連絡船であり、ラマーシェボ村を通る通称、ラマーシェボ1に対して、冬、春にわたり、繰り返し攻撃を行ったが、撃退され続けた。このため、全体で18個狙撃兵士団、3個旅団で、 編成されていたソビエト5個軍が4ヶ月間、この地に縛られることとなった。しかし、5月末までに、ソビエト赤軍最高司令部は、戦線の担当地区において、全体的な状況を判断、その注意を夏に、ドイツ軍の新たな攻撃が予想されたモスクワ地域に、移すことを決定した。 1942年5月21日、バルター・フォン・ザイトリッツクルツバッハ中将軍指揮下のドイツ軍は法囲内のラマーシェボ線を使っての退却を計画した。数週間をかけて、この連絡線を広げ、撤退が行われた。4月21日、集団は大きな犠牲を払いつつも脱出に成功した。この法囲内に取り込まれていた。 将兵10万名のうち3335名が戦死1万名以上が負傷していた。しかし、ドイツ軍の激しい抵抗で、ソビエト赤軍最高司令部は他の戦線に送り、重要な局面に投入することもできた戦力をこの戦線に縛り付けられることとなった。包囲が形成された2月初旬からデミアンスクが、 事実上放棄された5月の間に、ホルムを含む2つの方以内に、ドイツ軍は、陸上、航空を問わず、物資6万5000トンと、増援3万1000名を送り込み、3万6000名の、負傷者を後方へ輸送した。しかし、損害は大きく、ドイツ空軍は106機のユンカース1 5 2 17機の、ハインケル HE111、 2機のユンカース186を含む航空機265機を失い、パイロットや搭乗員を387名も失った。ソビエト空軍は方位内の攻撃に戦闘機243機を含む航空機408機を失った。ドイツ空軍の成功はヒトラー、ヘルマンゲーリング国家元帥にも影響を与え、彼らは東部戦線において効果的かつ、 保障された空輸作戦を行う方法、戦術を発案したと考えた。しかし、この経験がスターリングラードの戦いにおいて空だのみを持つ原因となった。この地での戦いは1943年2月28日まで続いた。ソビエト赤軍はドイツ軍が撤退した1943年3月1日までデミアンスクを解放することができなかった。 優秀な指揮と、その精鋭部隊の激しい戦いぶりから第3、SS 装甲師団、当天コップ師団長、テオドール・アイケ新鋭隊大将は1942年5月20日、88人目の、白洋付騎士鉄十字章授与者となった。またこの包囲戦で奮戦した将兵のためにデミアンスク、縦章が制定された。デミアンスク包囲戦における、防衛の成功は、 ヘルマン・ゲーリングが、スターリングラードの戦いにおいて包囲された、ドイツ第六軍への物資輸送を類似した解決法を提案する原因となった。理論上、導かれるはずの結果は、同じように有利であり、ソビエト赤軍は、第六軍を包囲したが、その戦力は、侮れず、包囲を維持するために、さらに戦力を投入しなければならなくなるはずであった。 そして他のドイツ軍部隊がその間に再編成を行い、反撃を行うことができる。しかし、このデミアンスク包囲戦とスターリングラードの戦いにおいて包囲されたドイツ軍部隊の規模は大きく異なっていた。デミアンスクでは1個軍団が包囲されていたが、スターリングラードでは1個軍以上が包囲されていた。デミアンスク、ホルムにおける包囲内のドイツ軍が1日あたり、 物資265トンを必要としたのに対し、第6軍は、戦闘能力を維持するためには700トンを必要としていた。ドイツ軍は、前線域から152をかき集めたが、その規模は500機前後で、デミアンスクの時と同レベルで、必要数には遥かに及ばなかった。スターリングラードの補給距離は、デミアンスクの時よりやや有利であったが、デミアンスクの時より、 はるかに強力になったソ連空軍戦闘機と対空兵器のもと低速の152で補給するのは容易な話ではなかった。スターリングラードの空輸は生存レベルを維持する300トン、日も達成するのは恋なんで12月下旬には合死者が出るありさまであった。空輸作戦の失敗によりスターリングラードの部隊は戦闘能力を失い、 ソ連軍の攻勢を受けて2月2日には降伏した。ありがとうございます。